さてと上までパッと上がってきましたけど、スナックパークなんてあるんですね。阪神食品、この辺りは阪神なんですね。で、北の方に行くと阪急とかがあるのかな。それあるはずでしょ。梅田に阪急がなかったら一大事、一大事、一どころじゃない仙台寺ぐらいありますね。スナックパークってなんな、手軽に食べれるものがなんか想定そうですよね。それじゃなくてもマスク越しでも匂いしてきますからね。で、阪神梅田とかこっちね、阪神梅田本店はこっちで、梅田地下近辺案内、いろいろあるんや。いろいろあるんや。へえ。まあカフェはさっき寄りましたしね、十分ええ感じのところある。これは、梅田 DT タワー、なんかすごいな、いっぱいあるな。空港バス、なんか、あ、こっちに行ったら北新地の方なんや。こっちさっき行きましたよね。ハイウェイバスやな。千葉スターミナルとかもあって、すごいな、いろんな方向に行けるな。いや、とにかくいろんな店が入ってるな、すごいな。歩きながら工程の説明だけしとくと、普通ね、この後また京都の方に戻っていくわけですよね。なら、ね、やっぱセオリーならこれ JR でね、新快速でね、快適に移動するところですけど、ここはね、やっぱしね、そんなね、普通にいてもね、面白くないですから、せっかくなんでね、まだ時間も余裕あります。7時半に京都の八条口でしたっけね、あっちの方に行ってたらいいんで、JR の方じゃなくて、格安スキップ売っとるんや。こっちは JR ばっかすかな。JR オンリーやね。近鉄の優待券とか売ってなさそうやな。反対側に行ったら売っとるのかな。なんでやから、もっと売ってないことはないと思うけど。あら、でもないな。あ、まあでもか。あ、でも買い取りがやってますかね。こんなところになんかカレーショップもありますけど。ビーフカレー。1000円。結構攻めてますね。レギュラーカレー570円で。大阪で1000円取るって言ったらなかなかでしょうね。めっちゃ飯食った後なんであれですけどね。わあ、気になるな。ちょっと覚えとこう、覚えとこう。大阪は来るたびに来たい店が増えていく。1店舗潰しても何十店舗もとはまた現れてきますからね。阪急は、阪急こっちないな。あ、ってことで今ね、しれっと言ってますけどね、阪急で来ますよ。一応阪急も京都線ね、まあ、京都駅の方に行かんから、普通やったらね、京都駅に行くんやったら JR なんでしょうけど、今回はまだだいぶ時間の余裕がありますし、まあ、今フライトね、こっちの方を見ましたから、じゃあ、こっからは、京都の方に切り替えて、京都のね、北側からフラフラしてもいいでしょうしね。五条路、まあ、それは繁華街で、ど真ん中ですからね。こっからは阪急の方で、一応バスターミナル見ときますか。全然時間もありますからね。バスターミナル行ってみよう。ああ、すごい。これが大阪のバスターミナル。ターミナル感ありますね。すごいすごい、いっぱい止まってる。つくだ福町とかってあるんだ。あれ、つくだって。言われてみたらまんま読めないから、つくだの中に使うつくだですよね。すごい。
ぱい走ってきますね。大阪シティバス、ちなみに今日はそういえば全部のバスにあれなんですね、日の丸つけて走ってるんですね。なんかあったっけ今日いやーターミナル見応えありますね。まあいろんな方向に行けるみたいですけど、今日はバスで京都に行くっていう手はあるのかな。まああったとしてもそんなメジャーな感じじゃないかもしれませんし、まあ、今回京都駅前というよりもちょっと外れにわざと行っていろいろと見たい気もしますからね。まあ、でもここは近郊バスですからね。でも本当にいろんな方向に行きますね。ね、難波の方にね、やっぱ行ってこう行くやつもありますし、あなたには多分混むんでしょうね。あとはまあ森口まで行くやつとかあるんだ。いろいろありますね。でこっちがここが大阪ですよね。あ、これ見ると大阪って感じじゃないですか。わ、すごいな、立派ですよね。でまあ JR でね行ってもあれですけど、まあ今回は阪急で行こう、阪急で行くというか、まあ阪急のね梅田駅見たいですしね。やっぱこうやって一応ね、まかいなりもターミナルでやってるわけですよね。だったらね、やっぱしある意味聖地じゃないですか、阪急梅田って。だな、日本一ですからね。行きましょうよ、ね、せっかくですから行きましょうよ、阪急梅田で。阪急で、おお、ええ音するわ。どうする、南口。いや、さすがですね、やっぱこっちがメインですね。すごいわ、人の数が。で阪急こっち行ったらいいのかな。これで渡ってたほうがいいか。すごいな。でこっちが夜バスカメラで、あっちが阪急か、間違えた。いやーすごいな、すごいな。そう、それで阪急3番街なんだ。へえ。